清水さん、こんにちは。こんにちは。最近このチャンネルを見始めてくださった方にちょっとご紹介したいものがあります。はい、指物っていう本、はい、前にはちょこちょここう出してたんやけど、一応これアマゾンと楽天でも買えます。はい。でこの本何がいいか言ったら、一応私これ監修したんですよ。はい、で一応その私の顔写真は出てきるんやけど、私の作品とか、こういう作品、はい、もうとかこの器のこの菓子器の作り方まで載ってる、やり方、寄せ木のやり方まで載ってる本で、ここに一応こういう私の作品、はい、出てます。はい、あ、かっこいい。もうこれ売れちゃってないんですけど、はい、売れへんやつもまだあります。でこれいろいろあるんですが、はい、何がええか言ったら、全部これオールカラーなのね。あ、すごい。こういうやっていったら、はいはい、カラーでまずその何を指し物っては何かとかいううんちから始まるのにね。でいろいろなところ産地の人も出てくるには、はい、京刺し物から始まって、はい、大阪から来ね、はい、でから鶴ヶ刺し物、はいはい、鶴ヶの刺し物もあるんですよ。江戸刺し物とよく似てるんやけど、またちょっと違う、であとまあ、材料のこと、おーすごい、もうこれも何ページかにわたってこれいろんな材料があります、はいはい、であと刺し物の楽しみ方っていうところから始まって、まず工房作り、これね、これは清水さんの工房ですね。写真撮ってイラストにしはったんです、はい、まあこれとかまあ全部そのどうしたら、まあこの間あげてみたカンナのかけ台とかいうのも全部こう載ってるんです、はい、であと、当て板のこと、当て板ね、はい、これも説明しましたね。それから、小口台、はい、ね、からちょっと違うけど留め台、これも留め台の一種なんやけど、はい、僕のやり方とは違うんだけど留め台、あ、こういうやり方もある。僕のやり方はこれね、それからちょっと違う、はい、一応監修したんやけど、全てが全てそのみんな使い反応がちょっと違うんで、あと飲みのこと、それからのこのこと、何でも飲んでも、であと玄のカンナ、でもう一つこの何がええかいうのは、まあいろんなカンナがあんねんけど、カンナの直し方、どうしたらカンナがその仕込カンナの仕込みっていうのね、この辺から始まるけど、カンナの仕込みの話、はいはい、これ全部その、何ていうのかな、詳しく、はい、1から10までこれ折って、はい、このすごい消えるんですわ。だから、はい、全くの素人の方も見てもらってやったらできんことはないです、はいはい、で道具のことも全部書いてあるんで、これカンナの台の直し方とかもね、すごい写真が多くていいですね、全てそのカラーでやってるんで、であと、組み継ぎの仕方も、ほうほうほう、これ私のお手手ですはい、はい、顔は出てませんけど、いろんな組みでやってます。ここにもあり組みもあるし、隠しあり、包みあり、全てここで解説しております、で先ほど言うた作品の作り方なんやけど、この六角の菓子器っていうのを作ったんですよ、はい、これ寄せ木なんです、はい、霧と神代杉を使ってやる、はい、これが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10ページにわたってから、はい、で作り方を解説しております。すごい、やろうと思ったらできます、はい、道具とその糸のこの使い方さえ分かればできます、はい、まあいろんなこれほんまにね、一冊あったら、
差し物のこと、はい、全てわかります。アマゾン、楽天、どちらでも出てます。いくらですか？3300円、税込みです。売れても私には印税は入っておりません。悲しいから。もう増刷もしてますんで、はい。はい。よろしくお願いします。ということで、今日は、差し物の本の紹介させていただきました。YouTube は動画で詳しく教えてるんですが、これは一応文章でも残ってるし、この画像だけでも残ってるんやけど、 YouTube 見ながらこれやったら余計分かりやすくなると思います。ああ、なるほど、うん、解説が文章で出てますんでね、うんうん、多分間違ったことは言うてません、はい、誰も文句言う人誰も言いひんから、はい、大丈夫です。すべ、はい、て砥石のことから全部出てますので、はい、ありがとうございます。購入よろしくお願いします。この動画を見てくださる方、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、さようなら。